小説「利休になった日」第69話前回までのあらすじです「ふ」と目覚めると千利休になっていたここは1590年の京都平成時代から何人もの人がこちらに来ているという千利休になって8日秀吉に呼び出され城へ行く大広間では最前列の石田三成の隣に座ることに小田原征伐の豊臣軍として私の名前が呼ばれる秀吉の本陣に配属となったようだ お茶を立てるのが私の仕事らしい大丈夫か今日の負けは茶所の区分けについてです 2> 第2章小田原性伐第7節馬と書と花と料理第7.2節証拠の茶事解析の手順入れすぎ私は予定していたお茶会のため細川邸に向かった家の前では細川たまこが出迎えたたたまこ ようこそお越しくださいましたリし利休殿古田殿や夫と相談した結果本日は私玉子が亭主を務めさせていただきますお二人はすでに待ち合いに行かれていますどうぞお入りください待ち合いへ行くと古田と細川が立ち話をしていたまさかそうすると古田殿とは完全に別行動になりますね古田そうなります 小田原では細川殿に一任することになりますが、利休殿にあまり接近しすぎると逆に怪しまれます。利休七節の一人としてうまく立ち,な立ち回れないものでしょうか。まさか、そうですね。おや、利休殿、ようこそお越しくださいました。私、私に関して難しそうな話をされていたようですが、お聞きしてもよいでしょうか。それだ。 では茶会の席で話しましょう。まずは利休殿には焼却になっていただきます。受客は細川殿。爪は私が務めます。では利休殿、待合に円座を置いてください。私、了解です。3人が待合に座って間もなく細川た子が現れた。無言でお辞儀をし、た子が水屋の方へ戻ったのを確認してから私はこう言った。私、で,では参りましょう。細川。 リキュードの焼却なのですから堂々としてください。それと玉のもてなしを楽しんでいただけると助かります。内緒ですが、この日のためにかなり練習したようなので、私それはありがたいことです。それとリキュードのつくばへ進みましょう。タマコ殿のあまりお待たせしても失礼ですので。私、そうですね。では参りましょうか。 つくばいで手と口を清め、にじり口から茶室に入って軸を拝見、席に着いた。茶室には風呂が置いてあった。炭には火がついていたが、釜はまだ煮えていないようだった。少しして細川たまが茶室に入ってきた。たまュードのようこそお越しくださいました。朝から関白様のお呼び出しもあり、大変だったことと思います。私、はい、正直緊張しました。たま リギュー殿は素直ですね。今日の料理はお銀様も手伝ったものです。どうぞ後で本人に良い感想を言ってあげてください。きっと喜びますので、私そうさせていただきます。タまコ、ではごゆるりとお楽しみください。私は無言で礼をした。細川たまこは自客の細川爪の古田とも挨拶し、解析が始まった。私の前に解析膳を置いたのはお銀だった。私、ありがとう、銀。 おいしくいただきますね。お銀、ありがとうございます、お父様。解析膳をお配り終わり、細川たまことお銀が水屋に下がった。私、それではいただきましょう。3人一緒に、飯碗と汁湾の蓋の動作を行い、汁湾に手をつけた。フェルタ、これはおいしい。私、本当になんだかほっとする味です。細川、 殿ほっとするという単語はこの時代の言葉ではないですよですが確かに懐かしい味です玉の味付けとも若干違いますおそらくお銀殿が味付けしたのでしょうね細川たまこが杯と缶鍋を持ってきた私は杯台から一番下の杯を取り残りの杯を杯台に戻して私と細川の間に置いた私お先に 私は向こう付けに箸をつけようとした。それュードの向こう付けに手をつけるのが早すぎます。三人とも、酒付きを向こう付けの右横に置いてから、全員一緒に向こう付けに箸をつけます。私、すみません。細川、いや一週間でこれだけできれば、かなり筋が良いですよ。自信を持ってください。私、ありがとうございます。細川た子は、半旗を持ち出し、焼却前に座った。 私字本を右横に下ろし、釈紙を右手で取り、左手で半器の蓋を少し開け、釈紙を入れた。玉子、おつけい,いたしましょう。私、どうぞお任せを。玉子、こ、お汁くいをさせていただきます。私、よろしくお願いいたします。私は9字本に汁椀を乗せた。細川た子こが買いの汁椀を解析前の向こう側に置いていった。細川、古田と問答し、 細川た子が水屋に帰ったのを確認してから私はこう言った。私、それでは汁わんをいただきましょう。3人一緒に飯わんと汁わんの蓋の動作を行い、汁わんに手をつけた。細川、これは玉の味付けですね。私、とても洗練された味です。美味しいです。続いて、細川た子は飯わんより一回り大きな煮物わんを運んできた。たまどうぞ温かいうちにお召し上がりください。 私、そうさせていただきます。先ほどの汁はどちらもとても美味しい味でした。味付けはお二人でされたのですか玉子最初のお汁はお銀様が、先ほどのお汁は私が味付けさせていただきました。私、細川殿のおっしゃる通りでしたね。玉子え古田、細川殿は誰が作った汁か言い当てたのです。素晴らしい。細川殿はがです。ね。細川し いや、照れますね。それにしても本当に美味しい汁ワンでした。この煮物ワンも楽しみです。たまこ、ありがとうございます。どうぞ楽しんでくださいね。たまこが新魚を運んできた。たまこ、どうぞお取り回しを。私、ありがとうございます。では、お先に。細川たまこが半器を持ってきた。たまこ、お付けしましょう。私、お任せを。たまこ、 お知るかえをさせていただきます。私、お断りいたします。たまこ、水屋で商売させていただきますので、ご用があればお手をおならしください。私、お持ち出しの上でご一緒に。たまこ、申し訳ありません。水屋で商売させていただきます。私、そうですか。では、何かありましたらお呼びいたします。たまこ、はい。では、失礼いたします。 良い受け答えでしたよ、リキ利ド殿。私、ありがとうございます。爪の古田が私のところに杯台を持ってきて、缶鍋、半紀、椎魚を佐渡口に置いた。細川玉子は佐渡口の缶鍋、半紀、椎魚を取り込んだ。玉子、お商売いたしましたが、不加減で、私、誠に結構にいただきました。続いて、細川玉子は、小水物湾を 持ち出し茶道口まで下がった玉子どうぞ吸い上げを私すみません何を言うのか忘れましたたま本当にリキュードの明日なのですね古田ここは何も言わず壮麗です私ありがとうございます細川た子がか鍋べを右手にハッスンを左手に持ち3人にそれぞれ酒を勧めた細川た子が焼却前に戻ってきた 確かここから千鳥の杯が始まるはず玉子。リキュードの蓋を拝借いたします。小水物の湾の蓋に海のものをつけ、勧められるがまま酒を飲んだ。三人に海のものをつけた後、細川た子が千鳥の杯を始めた。玉子、どうぞお流れを。私、別杯のお持ち出しを。 私は開始に魚二種を取って細川玉子に渡し、八寸を細川玉子の方に向けた。玉子、どうぞお流れを。私、酒好きをしばらく拝借いたします。細川玉子が尺を受け、三人の小水物椀の蓋にそれぞれ山のものをつけ、私の前に戻ってきた。玉子、長々とありがとうございました。商客と亭主が互いに酒を継ぐ。私、どうぞごのおはよう。玉子。 納させていただきます私どうぞおいよ細川たまこはハッスンに杯台を乗せ缶鍋と一緒に水屋に下がった小水物湾を清め禅の正面に置いて亭主を待った細川たまこが脇引きに湯頭と小物鉢を乗せ私の前に座り物小物鉢と湯頭を置いて茶道具に下がり一礼したたまこ お湯が足りませんときは、どうぞお手を鳴らしよう。食事が終わり、3人同時に箸を禅の内に落とすと、細川たまこがふつまを開け、佐渡口に顔を出した。たまこ、どうぞお粗末様でした。私、ごちそうさまでした。本当に美味しい料理でした。おぎにも礼を言っておいてください。たまこ、かしこまりました。えー、今日のおまけは、茶所の区分けについてです。まず 茶書というのはどのようなものを指すかと言いますと、えー、筒井光一氏の茶書の系譜という本があるんですけれどもそれによれば、えー、講義に解釈すると、えー、中国の茶卿や茶録といったものそういうものも含,含まれるだろうと。で逆に えー、お茶の飲みならず、桑の製法をしたあの記した喫茶往来、喫茶養生期ですね、といったものや、訓段会早朝期、お飾り書みたいな、しつらいって言ったらいいんでしょうかね、あの道具の配置図、そういうものも茶所に含めてよいかどうかというのを疑問視しています。だからといって 茶の本に特化してしまうというのもどうかという話になってくるようです。で、そういったことをまあ、あまり踏まえてもしょうがないので、まあ、ざっくりとここでは分けようかと思います。で、通常ですと、年代別に分けるのが、まあ、普通といえば普通ですね。鎌倉時代ですと、まあ、岸田養生期という、 ものがまあ、英才善史があの書いたものですけれどもそれがまあ有名かなと思いまして挙げていますそれから鎌倉時代これ心の文と書いてますけれども村田重工が残した文章ですねで今表千家の方にあるんですけれどもこの道第一悪きこと心の家満家修養なりとかいう 文章でちょっと分かりにくいんですけれども、要はあの、茶の道ってどういうものなんだよっていうことですね、あのわび茶の祖と言われている、えー、と寿が村田樹香が書いたものになります、まあ。茶の湯の道とはどういうものかっていうのを、まあ、長々と書いてある文章になります。 それから安土桃山時代に入りますと嘘、えー、州四冠州というようなものがあります。これ、実は最近まであの見つからなかったと言ったら変なんですけれどもあの見られていなかったものなんですが実際に書かれた年代はこの安土桃山時代だとされています。 でどんなものが書かれているかと言いますと、えー、と要はいくつかの本があのまとまった、いわゆる百科事典といったらいいんでしょうかね、えー、と例えば第1巻ですと、総人木とか茶の湯飛翔、すき台、大衣、それから喫茶、雑話などが入っていますし、うんえと、第2巻だと、訓大館早長期の 第5巻の一部と、えっ、ー、と、チャグビトウ州というんでしょうかね、それの全文が入っていたり、それから、まあ、4巻にはウソ州の100種が載っていたり、茶の湯の100が載っていたり、他にも、あの、分類掃除木というのがあるんですけども、そういうものが載っていたりします。そういう百科事典的なものだったようですが、そういうものが、 出てきてきいますそして江戸時代になると,、えー、と、総人木というのは、これ、前回少しお話ししたんですけれども、あのいわゆる利休さんに限らず、当時のお手前ですね、お手前の様子をあの表したものです。うん、と必ずしも仙家のお手前が中心というわけではなかったみたいですね、武家茶道というようなものも含まれていたようです。 それから次のジャンル分けというか、茶人別分けですね、えー、とそういうのは、えーまあ、これはそのままですね、村田寿講だったら寿講伝承、それから竹野王だったら女王、詫びの文を一応挙げさせていただいたんですけども、竹野王は女王、詫びの文、えー、と,というのですけれども、詫びという言葉は、 うんぬんというふうにして「詫び」という単語を初めて出した人になります。でこれに書いてあるのは、えー、何かと言いますと「映画大概」という藤原定家の,あの残した和歌の心を書いたものがあるんですけれどもそれに対して「詫び」というのを茶道に発展させたというか茶道に対して ここれをを使いいままししょうというようなこととよなな残した文になりますそれから千利休の、えー、千利休遺書書きというんでしょうかねこれは、えー、と千利休自身が書いたものではないですその後の人が書いたあの文章になりますそれから古田織部の古色伝でしょうかねそれか、えー、と細川3歳の細川3歳茶書 など、えー、それぞれのいわゆる伝記といったらいいんでしょうかねそれぞれが、まあ、逸話として残した文章そういうものを書いたものもありますでジャンル別というのがこの茶所の系譜筒井浩一さんの詩の書いた、えー、とものになりますで何があるかと言いますと茶道論と批判書それから手前 器物、茶室と路地、皆既茶人と逸話百科全集、そして煎茶や清茶というものに分けています。 えー、それぞれ見ていきますと、茶道論と批判書ですと、まあ、心の文を私の方はちょっと挙げさせていただいたんですけれども、これは村田重香の先ほどの文章になりますね、それから手前、これは総人木ですね、江戸時代に書かれたお手前の指南書になります、それから器物、これはあのー、他にも訓断会早朝期など、あのこういうものや、あと、 ちょっと江戸時代ではないんですけど江戸時代の後期になってしまうんですけれどもあのか、えー、片物番付というのが皇后にありますのでそういうものなんかも器物になるのかなと思いますただちょっと今回は江戸時代の初期までの話にさせていただきましたちょっと茶所があまりに多すぎるので あの言い切れないのかなと思ってそこまでにさせていただいておりますそれから茶室と路地これは山の上掃除機が実は絵が描いてあってすごく分かりやすいので上げさせていただいておりますそれから会期、茶会期ですねで松屋日記松屋会奇とも言うんですけれどもこれがまあ一番最初に書かれたというか実際に残っている茶会期になりますそれから茶人と逸話 これは沢重州ですねで、あと有名なのが南方録があるんですけれども、これはちょっと正しいかどうかがわからないという話もありましたのであの、ここには載せていません、それから百科全集。これは茶道古典全集を一応挙げたんですけれども、他に同じようなものとして、橋本宏氏の、えー、と茶道古典修正、茶道体感というのがありますね。 これ上下巻で、まあ、記者は養生期から始まって、最後の方はあの茶の湯の次第というのが茶入れのあ、茶入れの次第ですね、というのの全36冊分の本がまとまっている本かと思います。それから、煎茶と清茶、これは清湾茶和茶わという話です。 のあのものがありますので、それは挙げさせていただきました。まあ、詳しくはここでは説明しませんが、こういった茶書があります。えー、次回第7の3節、正午の茶寺、淵坂の著者、五徳についてです。お楽しみに。